里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ続いて3日目は、はい、まあパーセーパーセーでいきましょうか。じゃあ順番にいきましょう。はい、じゃあ今回は、はい、日本ハムファイターズ。はい。じゃあもうどんどんいきましょう。そうですね。日本ハムはね多少知ってますよ。はい。だからね99年、うん、ウィルソン。はい。97年から。すごい。2001年まで左バッター、結構いいバッターで、はい、4年間いきなりですよ、はい、S3G2 です。おー、すごいの来ましたね。もうこの当時だともうウィルソンって言ったらもう本当、はい、球界トップクラスの外国人選手だったんですよね、はい、でバッターが99年から2000年までフランクリン、うん、そして99年からでオバンド、はい、だからフランクリン A、 オバンド GA です。いや、みんなすごい。すごいでしょ、はい、でピッチャーがオレラーノ無印、シュームストロム、D、ウィッテム無印です、うん、俺らなんて2軍でめっちゃ対戦したっすからね。あ、もう常に2軍いた。そうか、この頃2軍ですもんね。そうそう、99年もうだからウィルソンとかフランクリンとかオバンドとか、まあ、はい、オバンドはね晩年いたから対戦したことあるんですけど、はい、ほぼ対戦してるのはこの俺ら、はい、めっちゃいた、もう何回も対戦した。鎌ヶ谷で鎌ヶ谷で、はい、今日も俺らのみたいな、はい、でどうだったんですか俺ら。2軍では普通に良かったよ。うん、でも1軍じゃ、ね、はい、パッとしなかったけど。うん、で2000年、はい、それ野手取んないよね、うん、ウィルソン、フランクリン、オバンドいるから、はい、野手だから野手ゼロ、うん、でピッチャーがミラバル、2000年からミラバルもやばかった。へー、 A です。 A、 すごいいいピッチャーだったんです、はい、でも人生で初めて4安打打ったの、はい、ミラバルですよ、はい、1試合。じゃ得意だったんですね。得意っていうかもうその時一生懸命だから、はい、必死だから得意とかないけど、はい、2000年あ何年か忘れたけど、まだ東京ドームの時に最後3安打打って試合負けてて9回で、はい、で2アウト、うん、で僕です、はい、で前のバッターが初球初球って2アウト、うん、で初球打ってやりました。また、はい、へー、打ってこないだろうと思って、はい、多分真ん中来るやろうと思って、うん、で4アンダーだった思い出のピッチャーです。すごい。でピッチャーと近江、ちょっとここから2002年にかけて言っていっていいですか。いっぱいいるから、はいはい、近江、ダティス、サンダース、シールバック、フリューリー、無印です。はい、全員ピッチャーですね、はい、ほぼ知らない。はい、シールバックは聞いたことあるんですね、はい、あとはいい、分かんないですね。うーん、一緒にもう記憶にないですね。でも無印ってことは、まあ、2軍にいる可能性高いですね。あるあるけど俺らのだけ知ってる。うーん、他は全く分かんないですね。あと2002年に打者でクローマン、はい、C、うん、で2003年エチェバリア、はい、A、 ピッチャーが2004年からループ、うん、無印知らない、はい、ループで2004年からセギノール、はい、SG2 です。おー、セギノールはねもともとオリックスにいて、はい、でどっか行ってまた帰ってきたのかな日本ハムに。セギノールに2007年クライマックスシリーズ、はい、今日勝った方が日本シリーズっていうところで、はい、成瀬のチェンジアップバックスクリーンに放り込まれて負けました。おー、でも左バッターの時にインコースの膝元のスライダー全く打てないんですよ、はい、もう全空振り、はい、だからもうそこばっかり投げてて、はい、でもその代わりちょっと甘くいったらホームランですよ、うん、だからその駆け引き。なるほど。インコースのストレートと膝元のスライダー、うん、あれがもう右もそうだから右の方が怖かったですね、うん、左の方が穴多かったです。あ、そうなんですね、はい、で2005年からバッターアルモンテ、はい、無印、ピッチャーはナイト D、うん、トーマス C、うん、D 無印のディアス無印です、はい、トーマス左ピッチャー中継ぎでね背番号70番、はい、いい球投げてたんです。リーホームラン打ちました。お、はい、2006年マシアス、だからもうアルモンテ、マシアスで2007年のグリーン、ジョーンズはもう安牌でした、はい、ボッツも安牌でした、はいはい、打ってると。いや、打者だからもう抑えるのかなでした。間違える。そうですね、はい、2008年、ね、スレッジ、はい、2008年から2009年で DeNA にね契約まとまらないで行って12年帰ってきたんですけど、はい、BB です。 BB でこのね2007年のピッチャースイーニー B、はい、グリーン A、 天敵グリーンです。うん、 A です。はい、スイーニーは思い出はね、変化カウント球の変化球ホームラン打たない、全然打ちに行かないから、ちょっとボビーが2ボールから変化球ホームラン打ったら監督賞って言って、うん、はい、でスイーニーに札幌ドームで2ボールからスライダーライトにホームラン打ってもらいました、監督賞。おー、もらっ。でもその試合負けたのに言いに行って、はい、不機嫌そうにくれました、はい、監督賞何もらえるんですか。お金です。おー、いいですね。で天敵グリーンと、はい、はい、で2009年打者ヒメネス、うん、無印、ウィング、はい、一軍未出場、うん、無印。で2010年からウルフ、ケッペルが BB 両方、はい、カーライル無印です。でこのね打者取ってるのはスレッジとかがねいるっていう、だからセギノール頑張ったですね。
セギノールからスレッジにチフトですね、うん、でしかもここら辺はあの、まあ、新庄さんもそうだし、はい、稲葉さん小笠原さんとかもいるから一人ぐらいいるんですよ、はい、外国人選手の野手はね、うん、でまあ、2人分取ってるけどそこが回らなかったって感じですよね、はい、で2011年、はい、打者ホフパワー D スケールズ無印、ピッチャーオビスポ無印、ジャイアンツから来てね、はい、で12年ピッチャーモルケントーマス無印、うん、で13年打者アブレイユSG です、懐かしい、はい、はい、で14ミランダ D でピッチャーがメンドーサ C、 クロッタ B、 カーター C、はい、で15年レアード来ます、うん、SG ハーミッダ無印、うん、ガラテライブリー無印、このライブリーはね、はい、僕も解説者だったんですけど、はい、日本放送で諸岡アナウンサーと、はいはい、ロッテ対日本ハム開幕解説してて、うん、で中継ぎそろそろピッチャー変わりそうですねっつって、はい、あ、このピッチャー出てくるんじゃないですか、はい、ライブリー、なんか図書館みたいですねライブラリーとか、はい、あれ間違うんじゃないですかって、はい、さっちゃんやめてよ間違うから、はい、でもなんかライブラリーに似てるじゃないですか、はい、ライブリーでね、はい、つってで次の回にピッチャー変わったんですよ、はい、あピッチャーここで何とかに変わりまして、あライブラリーが出てきましたいや図書館じゃないですからつってほら間違えたじゃんつって言ったんですか男性アナウンサーですか、あそうそうそ う, そ う, う実況するはい実況アナウンサーがっていう思い出があります。あとピッチャーマーティン、はい、A、バース D、ここら辺はあれですね、日本シリーズで、うん、バース多分日本シリーズで関東賞かなんか優秀選手賞かな、はい、なんかもらってて、ここはあの日本シリーズね活躍した2人ですよね、はい、で17年からドレイク無印、うん、アルシア打者無印で17年エスコバ無印なんですけど、うん、これはあの外国人選手の登録で一軍上がれなかったんですよね、あそういう事情が、はい、でそこであのラミレス監督がDeNA に引っ張ってトレードになったんですよ、はい、でそれで DeNA に来たらもうあのすごい大活躍、ね、本当です今はそうですね、ああって日本ハムの人ああと思ってんじゃんあそこまでなるとはっていうね、だって左に160キロですからね、はい、で18年からマルティネス C、 ロドリゲス D で19年ワンボーロン無印のビアヌエバ無印、ピッチャーがバーベイト無印のバーヘーゲン無印、あ近年がちょっとダメですね、そうですね、うん、まあでもだからそこだからねちょっとこう苦しいじゃないですか、うん、あ日本ハムも、はい、でもドーンっていう選手は何人かいますね、そうなんですよ、だからやっぱり思い出、僕がもうこのね2003年ぐらいからのこのずっとの選手たちはね、はい、苦しめられた選手ばっかりですよね、うん、だからそのでもちょこちょこにかなキーはいますよね、いますね、キーがだから打者だとあのセキノール、はい、スレッジっていうところが、まあ、10年にかけての2大巨頭ですよね、はい、であとは野手はね稲葉さんとか小笠原さん、あと小屋野、うん、で金子さんとか田中健介、一人、はい、新庄さんもそうですけど、うん、で高橋慎二とかそこら辺がいたから、まあそんな多くはね、まあ、2人活躍しなくてもっていうところもあるし、はい、その強い時とか優勝した時ね、スイーニー・グリーンっていうピッチャーもね2人しっかり揃えてるっていうところがね、うん、チーム状況的にはいいし、はい、で今度ねその2016年の日本一になる時は、うん、マーティン・バースっていうところ打者レアとかね、で大谷とかもいたし、そういったところもこういい形でやっぱ外国人揃えれてるところは強いですね、はい、でもそこが揃えきれなくなるとちょっとバタバタする、だから最近のそうですね、ここ本当に 3,4 年ですね、17年だからその日本一になってからのところで、うん、もう打者はだからレアード放出してからの打者全外れですからね、そうですね、だからレアード放出したのも僕の想像ですけど、はい、清宮を使いたかったんですよ、うん、でもレアードがサードにいると、はい、外野は近藤、西川、太田、うん、でファーストに中田が座ることがあったんで、その、まあ、DH になっちゃうじゃないですか、はい、だからそこで、まあ、清宮をレフトとかっていうところを動かすためにレアードを放出して近藤とか清宮サードできんかなチャレンジしたんけどできなかったっていうところがね、うん、このちょっと不作だったところかなっていう、はい、だからあのままレアードをね放出したっていうのも大きかったし、うん、まあ、お金で揉めた可能性もありますけど、はい、それ以降のハーミット、ドレイク、アルシア、ワンボールのビアドネームが誰も活躍できないっていうね、はい、だからこの20年で4人もそこそこのバザーがいったら上等なんですよね、うん、そうですね、だからその次がいないってね、はい、でピッチャーも最初は、ね、ミラーバルとかいて、うん、でスイーニー、グリーン、ウルフ、ケッペル、うん、マーティーってこっからいないっていう、はい、バランスいい感じで取れてますけどね、うん、まあ、散らばってますね、そうそう、だってこれね、うん、A ばっかりって無理なんですよ、はい、外国人4人しか登録、うん、今はねコロナ禍で5人なんですかね、4人までしか登録できないんで、はい、こうまばらになるのは仕方ないんですよね、うん、その中で柱がどんどん乗っているっていう、そうそうそう、で一番最高はあの取ってくる選手がほぼいないっていうところがあったらすごいですよね、いるから取らなくていいっていうね、
確かに、はい、だから結局いないからいっぱい取ってこなきゃいけないんですよ、うん、これ2000年みたいなことですよね。そう、うん、あんまり取らないっていうところがいいチームで、はい、いっぱい取ってきて活躍してる選手が少ないのはダメだっていうね、うんうん、確かにチーム事情が見えますね。そうですね、はい、さあということでちょっと集計しましょう。出しましょうか。さあということで、はい、集計が終わりましたけど、編集上カットされてますけどね、はい、あの日本ハムは58人の外国人選手、はい、で、平均年数は2年です。おあれ、じゃあ他の球団に比べると取ってる人数も少ないし。少ないですね。在籍も長い、うん、だからコスパいいですね。いいですね、はい、その中で活躍してる選手もしっかり出してるんで、うん、これだからね、数多いからって多分得点数上がんないんですよね、うんうん、正直出れる人数決まってるんで、はい、でも少ないってなるとやっぱ効率はいいですよね。そうです。そこら辺はちょっとね、評価に加味するところもあるかもわかんないですね、はい、ちなみにじゃあ総得点はこちらです、はい、じゃらららららじゃん、170点。今暫定2位、2位です。タイガースが1位で200点超えで、はい、ロッテが3位。おお、そうですね。しかも、まあ、取ってる人数も少なくてこんだけ点数出してるっていうのは。そうですね。だから今までで言うと最小人数ですね、はい、だからまあ効率はいいですね。いいですね。だからあのお金をかけないでしっかり点を取ってる、うん、でも平均何点になるか分かんないんでね。そうですね。この170点もまだ高いか低いかが、はい、よくわかんない。今のところ阪神王ってなってますけど、うん、これが実は後々の球団見てみるとあれってなるかもしれないし、はい、まあね、どうなっていくのか、はい、皆さん、乞うご期待。